今聖女からいろいろな教訓を学んでおります今日のテーマは人はなぜ悔い改めるのかというお話になります神様は罪人が罪を悔い改めることを喜ばれますなぜならば私たち罪人に契約関係を投げかけておられる神様との正しい関係を築くために なされなければならない原則になるからです。神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神を、あなたは砕けた、悔いた心をかろしめられません。この悔い改めという言葉は聖書の中ではよく用いられていますが、 インターネット辞書でも調べてみたところ、過去の過ちを反省して心を入れ替えるとありました。これは非常に適切な表現だと思いますが、私たち自身、一つ見落としがちなところがあります。それは、私たちが自分が犯した罪を後悔して反省するという事実はあっても、 心を入れ替えるという事実がさほどない状況であるにもかかわらず、自分は悔い改めたと思っている人が意外に多いということです。実は、悔い改めの改めの部分が非常に軽視されています。なぜならば、心を入れ替える という事実は、私は心を入れ替えたと自分が思っているからという状態ではなく、心を入れ替えた証拠を周りから見ても確認できる確かな変化を伴った状態であるということだからです。ですから、罪を後悔したという状態であっても、改めるという 心を入れ替えた確かな変化を経験していない人が意外に多いのです。なぜそのような状況になるのでしょうかそれは前々回のテーマであったモーセの幕屋はなぜ作られたかというお話の中でも触れていますが、イスラエルの民が人間主体で 神と契約を結んでしまった失敗の歴史の結果と同様に人間主体で悔い改めた結果が単なる外面的な悔い改めという状況に陥っている理由なのです。わかりやすく言いますと自分の力だけで悔い改めたという状態なのです。このように 人間主体で悔い改めることは何が問題なのでしょうかそれは前回の学びである私たち人間はなぜ作られたかのお話の中でも触れましたが人間主体の中には自我というものが混ぜられているゆえ純粋な神様主体の悔い改めができていないのです。 例えば、あなたはなぜ悔い改めるのですかという質問に正直に本音で答えた場合、悔い改めないと救われないからとか、悔い改めないと神の刑罰が怖いからとか、何かそこに利己的な理由が含まれているのではないでしょうかそれは、 人間主体の悔い改めであって、聖書に教えられた神様主体の悔い改めではないのです。悔い改めの意味の本当に分かっていない人が多くあります。罪を犯したことを嘆き、外面的には改める人もありますが、それはその悪事のために 苦しみにあわねばならぬことを恐れるからであります。しかしこれは聖書に教えられた悔い改めではありません。彼らは罪そのものよりはむしろ罪から来る苦しみを悲しむのであります。それでは聖書に教えられた神様主体の悔い改めとは どのようなものでしょうか。詩編五十一編は自分の部下の妻を奪うために部下を戦争の最前線に使わして計画的に戦死させた一人の罪人がその恐ろしい罪を神様主体で悔い改めた実例として記録されています。神よあなたの慈しみによって 私を哀れみ、あなたの豊かな哀れみによって、私のもろもろの咎を拭い去ってください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。神を、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。 私を見舞いから捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊を持って私を支えてください。神を、我が救いの神を、血を流した罪から私を助け出してください。私の舌は 声高らかにあなたの義を歌うでしょう。他人の妻を奪うために、その夫を殺したほどの大きな罪を犯した人が、本当に悔い改めることなんてできるだろうかと疑いたくなりますが、人間主体の悔い改めの視点から見るならば、 当然の考えになります。しかし逆に、神様主体の悔い改めであるならば、これほどの大きな罪を犯した人であったとしても、自ら悔い改めたいと望む方向性に神様は導いてくださるのです。このような悔い改めは、 自分のの力でででははとてももきるものではありません。これは天におのぼりになって人類に精霊の賜物を与えたもキリストによるほかないのでありますこのように自分の力で悔い改めることができない状況であったとしても神様主体であれば精霊の賜物によって 真心から悔い改めることができるのです。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。あなた方のうちに働きかけとありますが、 これは何のことでしょうかそれは私たちが神の霊である精霊の働きかけによって罪を罪であると認識し自分の状態が神の立法に反している不法であることを全面的に認める状態になります。しかしこの時そこには罪に対して全く無力である 自分の姿に絶望しかありません。しかしそんな絶望の中、精霊はキリストの十字架の許しを指し示します。そして、このような絶望から希望へと導かれる経験を通して、悔い改めて神と和解したいという切なる願いが初めて罪人の心に 沸き起こってくるのですこの切なる願いを起こさせるのも精霊の賜物の力になりますつまり神様主体の悔い改めには中歩者の働きによる精霊の賜物が関わっているのですそれゆえ人間だけでは成し遂げられない深い悔い改めがまさに 実現するのです。それが、悔い改めの改めるという確かな変化を経験する清め、もしくは成果という状態になります。このような、不義からの清めという悔い改めを聖書は教えているのです。 もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。このように、神様主体の悔い改めは、自分の力に頼って、自分一人ではできません。それは、聖女の 悔い改めの儀式から見ても理解することができます。聖女の悔い改めの儀式のことを罪祭と言います。これは罪を犯した本人がその罪の責任を犠牲の動物の頭に手を置いて移した後自分の手でその動物を殺すことによって神様から罪の責任を 問われなくなるという儀式になります。この儀式について耳にした人が次のようなことを言うのを何度か耳にしたことがあります。人間の身代わりとして動物が殺されるなんてひどくないですかしかしこの犠牲の動物こそイエス・キリストを最も 完全に表したものだったのです。この儀式が救い主の十字架の犠牲を指し示していたという教訓や予言が旧約聖書の中にはいくつもあります。キリスト誕生の約600年ほど前にイザヤによってもキリストの犠牲の様子が予言されていました。 しかし彼は我々の尖のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、 各々自分の道に向かって行った。主は我々全ての者の不義を彼の上に置かれた。彼はしえたげられ苦しめられたけれども口を開かなかった。お振り場に惹かれていく子羊のようにまた毛を切る者の前に黙って 羊のように口を開かなかった財産の儀式を通して理解すべきことは私たち罪人が犯した罪の責任をイエス・キリストに移して十字架で殺したゆえ私たちがそのことを信じるならば神はその罪の責任を もはや私たちに問われないのです。そして私たちが日常的に犯す罪を許していただくためには、実はこれほどの犠牲が必要だったのです。そして忘れてはならないのは、本来、犠牲の動物のように罪の責任を問われて死ぬ運命だったのは、 実は私たち自身だったのです。それほど罪と死というものは表裏一体なのです。罪の支払う報酬は死である。しかし神の賜物は私たちの主、キリストイエスにおける永遠の命である。 罪と死が表裏一体ならば、許しと命もまた表裏一体なのです。そして、許していただける根拠は、私たちのうちには全くありません。あくまで、神が定められた方法によって、神の側からの働きかけによる、神様主体の方法によってしか、 私たちは許しを得ることができないのです。さらに、財祭の儀式は動物を殺すだけでは完了しませんでした。その血を取って、それを祭壇の四隅に突き出ている角に塗り、さらにその祭壇のもといにその血を注がなければならなかったのです。 また、一般の人がもし誤って罪を犯し、主の戒しめに背いてしてはならないことの一つをして、当がを終え、その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために備え物として、目上げの全き物を連れてきて、その財産の頭に手を置き、 反罪をほふる場所で、その財産をほふらなければならない。そして、祭司は指でその地を取り、反罪の祭壇の角にこれを塗り、残りの地をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。このように、財産として、 血を祭壇の角に塗ったり、祭壇の元に注いだりする働きをするのが祭祀の働きでした。そして祭祀は死んだ犠牲の動物を解体して脂肪とその他の部位に分け脂肪を祭壇の上で焼いて罪人のために鳥なしをするのです。このような 神様主体の指示に完全に従うという工程を経て、この財産に携わった罪人は、その犯した罪を神様から完全に許していただけるのでした。また、その全ての死亡は、終音祭の犠牲から死亡を取るのと同じように取り、これを 祭壇の上で焼いて主に捧げる香ばしい香りとしなければならない。こうして祭司が彼のために贖いをするならば彼は許されるであろう。つまり私たちが悔い改めるときには必ず神様主体の方法で しかも、祭祀という中保者に手伝ってもらう必要があるのです。この聖女の儀式から見れば、私たちが人間主体で悔い改めるならば、いかに不完全であったかがわかります。それはまさに、祭祀の中保者としての働きに全く頼らないで、 自分だけで悔い改めが完了したと思い込んでいる状態にとどまります。それはいわば、キリストの犠牲としての功績には頼るけれども、中保者としての働きには頼らないというような不完全な状態になります。これはつまり、財産においても儀式が未完了であるということと、 同じことになりますこれが人間主体ののの悔い改めの不完全さの理由になりますこのような状態では罪を犯した本人も本当に許されたかどうかの確信も持てずただ漠然と「自分は悔い改めた」と自分に言い聞かせることしかできないのです。 実は同じ罪を何度も繰り返してしまう表面的な悔い改めの根拠はこのようなところにあったことに私たちは気がつかなければなりません。それでは逆に神様主体の方法で中保者が悔い改めに関わってくださるならばどのような悔い改めになるのでしょうか。 聖書にはそのヒントがあります。神の御心に沿うた悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。ここでは悲しみがテーマとなっていますが、救いを得させる悔い改めには、 ある種の悲しみが伴うことがわかります。なぜ悲しいのでしょうかそれは自分があまりにも罪を愛しているという恐ろしい状態が悲しいのです。しかし人間主体の悔い改めもこれとは違う悲しみが生じます。それは 自分が犯した罪の結果、何か大変な状況に陥ってしまっているという事実を悲しんでいるのです。つまり、自分が罪を愛しているという恐ろしい状態について悲しむのではなく、自分の罪によって生じた自分にとって思わしくない結果に悲しんでいるのです。 悔い改めとは罪を悲しむことと罪を離れることを含みます。人は罪の恐ろしさを知るまでは罪を捨てるものではありません。心の中で全く罪から離れなければ生活に本当の変化は起こらないのであります。例えば夫が浮気をして それが妻にバレたとします。家庭内はごちゃごちゃになり、仕事も手につかなくなります。当然夫は浮気なんてするんじゃなかったと思うかもしれません。しかし逆を言えば、もし浮気がバレても自分にとって特に何も問題が起きなければ、また繰り返すということです。しかし、自分が浮気したことで、 どれほど妻や家族を傷つけたかを初めて知ることになったらどうでしょうか確かに家庭内はごちゃごちゃになり仕事も手につかない状況に陥るかもしれません。しかし一番気になることは妻や家族を傷つけたこと何よりも神に罪を犯したことが気になるのです。そして 自分の中には浮気をする自分に対する残念な思い、不信感、そして恥ずかしさが絶望的に迫ってきます。しかし、もしこのような状態であれば、これはすでに精霊がその人に働きかけていることになります。なぜならば、この絶望感は自分の罪を 恐ろしい罪だとして認識しているからです。そしてこの自分の罪の解決は、ただキリストの十字架の犠牲と中保の働きにしかないことを心から認め、その罪を自ら告白し、全力で神に許しと清めを願い求めるように精霊によって導かれるのです。 そして神はこの様子をご覧になってこの神様主体で悔い改めた人を憐れんでくださり「私もあなたを罰しないさあお帰りなさい今後はもう罪を犯さないように」とマグダラのマリアにかけてくださった言葉と同じ許しの言葉を私たちにもかけてくださるのです。 私もこのような人生の失敗を通して、許しの神と出会いました。神は、こんな罪深い私を愛し、聖女の儀式の学びを通して、完全な救いの道を教えてくださいました。そして、これほどまでの神の愛を味わいしたゆえに、今もなお、弱く罪深いものではありますが、 希望を持って悔い改め続けることを決して諦めたくないのです。それとも、神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その慈愛と忍耐と寛容との富を軽んじるのか。聖女の儀式について学ぶとき、 そのあまりにも完璧な救いの工程に、神の愛と熱心さを感じずにはおられませんでした。そこには、神ご自身が犠牲となられ、さらに中保者となられることによって初めて、すべての救いは完結されるという救いの希望以外は見出すことができないのです。故に、 悔い改めたいという思いが自然に私の心に湧き出てくるのです。カルバリーの十字架にかけられた神の子羊を眺めるとき、初めて説明することのできない食材の神秘が私どもの心にも理解され、神の恵み深きことが私どもを悔い改めと導くのであります。 このような救いの神を理解していなければ、神様主体で悔い改めることは難しいと思います。しかし、中保者として取りなしておられる大祭司キリストが送られる精霊の力の感化によって、私たちは罪を自覚するようになり、罪に対して全く無力である自分が情けなくなります。 それと同時に、ただ救いの希望は神に対してのみ向けられるようになります。私どもは、キリストなくしては許しが与えられないのと同じように、キリストの霊が良心を呼び覚まさなければ、悔い改めることができないのであります。キリストはすべての正しい動機の 根源であって、彼のみが人の心の内に罪を憎む心を植え付けることができるのであります。真理や純潔をしたい、自分の罪深さを認めることなどは皆、みなキリストの霊が私どもの心に働いている証拠であります。 私たちが悔い改め続ける理由は、キリストが私たちの罪の身代わりの犠牲となってくださり、そしてさらに中保者として私たちの罪を完全に解決するために、今、天の死聖女で取り成しておられる事実を信じているからです。そして、イスラエルを悔い改めさせて、 これに罪の許しを与えるために、このイエスを導き手とし救い主として、ご自身の右に上げられたのである。救われるとは、神様主体の契約を継続することであり、そのためには神様主体で 悔い改めなければならないのです。しかし、私たち人間はたびたび自分の方法で人間主体の悔い改めを目指すことが何と多いことでしょうか。自分の中には何の解決もないことに誰もが早く気づかなければなりません。もし、 自らの罪深きことに気づいたならば、自分で良くしようなどと思って待ってはなりません。自分はキリストの身元に行くにはふさわしくないと思っている人がなんと多いことでしょう。私どもを助けてくださるのは神のみであります。もっと強い確信、もっと いい機会あるいはもっと清められた性質を持つまでなどと待ってはなりません私どもは自分の力では何もできないのですからありのままでキリストに行くほかはないのであります私たちの悔い改めは死聖女に 大祭司がおられる間にしかできません。それ上、今すぐに神様主体で悔い改めを始めなければなりません。これは人生の最優先事項になります。決して罪を軽く見て悔い改めを先延ばしにするべきではありません。なぜならそれは 永遠に失われるリスクを伴っているからです。罪を捨てることを伸ばし、イエスによって心を清めていただくことを遅らせてはなりません。この点で、幾千という人が誤り、永久に滅びてしまいました。私は今何も人生の短いことや、 儚かないことを言おうとはいたしませんが、ここに人の気づかない恐ろしい危険があります。それは、神の御霊の囁きに従うことを伸ばし、罪の生活を続けていくという恐ろしい危険であります。これは実に恐ろしいことです。たとえどんなに小さくても、 罪にふけることは永遠に失われる危険を犯しているのであります。私どもが打ち勝たないものは私どもを打ち破り、ついには私どもを滅びに至らせるのであります。今私たちが何をすべきかもう一度繰り返したいと思います。それは 神様主体で悔い改めることに直ちに着手するということです。毎日聖女の儀式に参加している者だけが聖女の清めという最終的な救いの恩恵に預かることができたようにキリスト再臨前に私たちが完了しておかなければならないことは悔い改めて 本心に立ち返ることです。だから、自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさい。それは、主の御前から慰めの時が来て、あなた方のために、あらかじめ定めてあったキリストなるイエスを、神が使わせてくださるためである。 救いのためになすべきこと、そしてそれらのすべての理由は聖女が明らかにしています。今目の前に聖女があるわけではありませんが、天の聖女と死聖女に心を向けて、罪の解決のために、そして生ける聖霊の宮の回復のために、日々悔い改めるならば、神様主体の契約は必ず 完全な成就を果たします。皆さんはそれを信じますか私は信じています。ぜひともに、神の約束の成就を望み見て、日々、神様主体で悔い改め続けていきたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。 愛するご在典のお父様、今日は悔い改めについて皆さんとご一緒に考えることができましたことを感謝いたします。私たちは今まで人間主体で自分の力で自分の努力で悔い改めを成し遂げようとしてきました。それゆえに私たちの悔い改めは不完全であり、いまだに何度も 同じ罪を繰り返し、同じ残念な結果が生じているありさまであります。どうぞこのような私たちを憐れんでくださって、お許しくださるようにお願いいたします。そして、神様主体の悔い改めを経験するその特権に預かるために、聖霊様の働きかけによりまして、罪に対して目が開かれ、自分の 罪なる状態を真心から悲しみ、しかしその悲しみの向こうにある、あなた様にある解決を希望とし、そして今までとは違う深い悔い改めができますようにお助けください。この祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して、今にお捧げいたします。アーメン。